ミッションはデジタル庁は誰の何のために存在するのかつまりデジタル庁のそのものの存在意義これを誰一人取り残されない人に優しいデジタル化をとしています一人一人の多様な幸せを実現するデジタル社会を目指し世界に誇れる日本の未来を想像してままいります今まではデジタル金融の生態系フィンテック2.0を作っていこうとしてたわけですけど。 これからはデジタルスペースの生態系を作っていこうというふうに考えてます。まさにウェブ やっぱこう今ちょっと滝さんでおっしゃったようにいろんなものがこうなんかこう分解されていって分かっていく構造の中でやっぱりあんまりその物事を隠してですねなんかこうやるっていうよりかもむしろ透明にしてですねそのデジタルがうまくそこをつないでくれるみたいなですねまあそういうのがどんどん進んでいくとこうやっぱり人のライフスタイルと合ったようなデジタルサービスみたいなのが生まれてくるんじゃないかなっていうのは何となく思った感じなんですけれども。デジタルのサービスを発展させていく際には グローバルな視点を持つことが重要です日本国内の顧客のニーズにきめ細やかに応じていくこと自体は素晴らしいことですしかし技術や社会の国際的なトレンドを意識しないままガラパゴス的なサービスの最適化を進めてしまうとビジネス化が可能な領域は広がっていきません我々は金融ビジネスの変革をするパートナーになっていきたいと 先ほどから何度も申しておりますけれども成長戦略差別化をするためスピードですとかアズリティを実現するためのクラウドをという位置づけにこれから変えていきたいということで、まあ、第3ステージの新しいステージに入っていきたいというふうに真剣に考えております。お互い金をです、ね、ブロックチェーン技術を使って小口化することで えー、3つ目の特徴に書いてあるとおり500円から購入可能なあの、えー、商品に仕上げました、えー、これによって誰もがお小遣い程度で、えー、デジタル化された金を買えるということがあ、えー、実現されたと言えると思いますユーザーアランドゥアルカンチズ・ロヴェッソーバイワーキング・ジャパニーズ・インシューアーズ・ディプロダクト・ハイ・クオリティ・スタンダードを求める日本は トトラクタブルにとって最も重要なマーケットです社会課題解決と経済の持続的成長に向けて金融当局も含めた金融のエコシステムがさらに拡大・成長していく必要があるということです。そこで本シンポジウムのテーマを「スケーリング・ファイナンス・フォー・サステイナブル・グロース」としました。金融庁 どういうふうに制度整備を進めようと思っているのかあるいはどういうふうにこれに対応しようと思っているのかっていうとまず我々こういったあの新しいイノベーションぜひ後押しをしていきたいと思っていますそこは事業者の方が一生懸命利用者のために安心して使えるものを作るべくあの本当になんていうんですかね海外に負けないように知恵を絞ってやってほしいなと。なんか我々も えー、今日会社に行くときに多分山ほど広告見てきたと思うんですよ、ね、なんか電車のスリカー広告とかデジタルサイエンスとか山ほど見てきましたけど多分 <laughs> イベントもそうですか一個多いのでやっぱりそのお客様のニーズのアーツールをしてるタイミングでそのお客様に情報提供しないともうただのノイズでしかないというか全く目に留まらないんでやっぱりそのタイミングってすごい大事だなっていうのがまず一つまあこれは課題ですよね。 NFT まあ三角形でいうと一番上の三角形が NFT とすれば主に決済に使われるこれ暗号資産どうやって捉えるのかということでベースにブロックチェーンがあってさらにはですね DeFi とか DAO とかまあその先には今話題のメタバースとかがあるこの世界観というか生態系を 全部俯瞰をしながらですね、まあ、政府としての解決策、政策というのをですね、作っていかないとダメなんだろうと、まあ、最初にそういう方針を立てて、プロジェクトチームを作らせていただきました。 ここにありますようにあの金融機関だけではなくてです、ね、あのそこはある程度、えー、金融というのは実際にはその規制にちゃんとホルダーとしてです、ね、あのそれができるといった許可を得ているわけですがそういった会社がほかの,のよりお客様に近いブランドを持っているような会社様と組む。 ここから新しいサービスができていくわけですけれども特に海外についてはこの両者の間にですね新しいビジネスモデルとして、あのー、プレイヤーが入ってきております。我々三井住友フィナンシャルグループではですね、えー、と既存の金融機関があまり要するにサービスとして提供していないような新しいサービスを えー、顧客先天である、えー、個人のお客様や法人のお客様のところにサービスを提供したいという形で、えー、近年、えー、様々なデジタル子会社というふうに私はち呼んでいるんですけれどいろんなサービスがお届けできる会社群を設立しておりますホールセール CBDC は新規テクノロジーをレバレッジしています通常は DLD のソリューションを用います日銀を含む多くの中央銀行は ホールセール CBDC の可能性に大いに関心を持っていますすなわち一般利用型の CBDC に加えてということになりますそれではいよいよ各省の発表に移ります見事日経賞に輝いたのはグローバルモビリティサービス受賞されましたグローバルモビリティサービスの皆様おめでとうございます金融をですね通じて 変えていかないといけない世界っていうのが本当に多くあるっていうのをです、ね、私自身、いろんな国を見させていただく中で、感じてままいりました最優秀賞、日経賞、おめでとうございました。